熟年夫婦になると恋愛や愛情の形も若い頃とは違ってきます。長年連れ添ったパートナーとの関係は深い絆で結ばれている反面、日常のルーティンや忙しさの中で恋愛感情が薄れてしまうこともある。でも再び愛を燃え上がらせる方法はたくさんあるんです。この動画では熟年夫婦が再び愛を再燃させるためのステップやヒントを紹介します。 1. 自己理解とパートナー理解。まず重要なのは自分自身とパートナーをもう一度しっかり理解すること。長い間一緒にいるとお互いの変化に気づかなくなることがあります。お互いの好きなことや価値観、最近の興味関心について話し合ってみよう。例えば趣味や興味が変わったこと、新しい夢や目標ができたことなどを共有することでお互いの新たな一面を発見できる。 2. コミュニケーションの質を向上させる。次にコミュニケーションの質を向上させることが大切。言葉のキャッチボールが減ってしまうと心の距離も遠くなりがちだです。毎日の会話を大切にし、相手の話をよく聞くこと、特に感謝の気持ちや思いやりを伝えることが重要。例えばいつもありがとうとか、あなたのおかげで助かっているよといった言葉を積極的に使うと良いです。 3. デートの再開。若い頃のようにデートを楽しむことも愛を再燃させるための素晴らしい方法です。忙しい日常の中で2人だけの時間を作ることが大切。例えば週末に映画を見に行ったり、美味しいレストランで食事を楽しんだりするのはどう？また旅行に出かけるのもおすすめ。新しい場所を訪れることで新鮮な気持ちになれるし、二人の絆も深まります。 4. サプライズとプレゼント。サプライズやプレゼントは愛情を感じさせる素敵な方法です。特別な日だけでなく、日常の中でちょっとしたサプライズを用意することで相手を喜ばせることができる。例えば手紙を書いてみるとか、相手の好きなものをさりげなくプレゼントするのもいいね。重要なのは相手を思う気持ちを形にすることです。 5.共通の趣味を持つ。共通の趣味を持つことで二人の時間をより楽しむことができます。例えば料理を一緒に楽しんだり、ガーデニングに挑戦したりするのもいいですね。またスポーツやフィットネスを一緒に楽しむことで、健康的な生活を送りながら絆を深めることができる。二人で新しい趣味に挑戦するのもおすすめです。 6. 過去の思い出を振り返る。過去の思い出を振り返ることも愛を再燃させるための良い方法です。昔の写真を見たり、思い出の場所を訪れたりすることで当時の気持ちを思い出すことができる。例えば初めてデートした場所や結婚記念日を過ごした場所に行ってみるのもいいですね。そんな風に過去を振り返ることで今の関係を再確認できます。 7. お互いを尊重する。長い付き合いの中でお互いを尊重することを忘れがちになることもあります。でも尊重し合うことは恋愛において非常に重要。相手の意見を尊重し、感謝の気持ちを持つことで関係がより良いものになります。例えば相手の意見をしっかり聞き、理解しようとする姿勢を持つことが大切です。 8. 健康管理と自己改善。健康でいることは恋愛を楽しむための基本。お互いに健康管理を心がけ、自己改善に努めることでより魅力的なパートナーでいられます。例えば一緒にウォーキングをしたり、健康的な食事を心がけたりするのもいいね。また自己啓発や新しいスキルの習得に挑戦することでお互いに刺激を与え合えます。 9. 未来を見据える。未来を一緒に見据えることも愛を再燃させるための重要な要素。お互いの夢や目標を共有し、共に歩む道を描くことで絆が深まります。例えばリタイア後の計画や新しいプロジェクトに一緒に取り組むこともいいね。そんな風に未来を見据えることで二人の関係がより強固なものになる。 10. 愛を再燃させるために。熟年夫婦の愛を再燃させるためには、自己理解とパートナー理解の深化、良好なコミュニケーション、新しい共通の趣味、ロマンティックな時間、相手を褒めること、過去の問題の乗り越え、自己改善と健康管理、不倫問題の対処、セカンドハネムーン、家族との関係の見直し、未来へのビジョンの共有が重要です。これらのステップを実践することで熟年夫婦の愛は再び燃え上がり、より深い絆で結ばれることができるのです。次回もお楽しみ。